アンブロジアーナ図書館は、イタリア・ミラノにある図書館。数奇教フェデリコ・ボローメオによって1607年に、設立された。同じくボローメオ数奇教が設立した、アンブロジアーナ絵画館と共に、アンブロジアーナ館の内部に位置する。1609年から公開された。公開の図書館としては、オックスフォード大学、ボドリーアン図書館。 ローマ・アンジェリカ図書館に次いで西洋史上3番目とされる。また図書館に併設されている絵画館にはレオナルド・ダ・ヴィンチの音楽家の肖像やカラバッジョの果物かごを含む貴重な絵画コレクションがある。レオナルド・ダ・ヴィンチ音楽家の肖像を数奇鏡フェデリー・コボローメオはローマ滞在中にミラノに図書館を設立する計画を練り上げていた。ここには カトリックの起源と伝統に関する資料収集と研究を通じて、プロテスタントによる宗教改革の進行を食い止める狙いがあった。ボッローメオ日は、ミラノに戻ると、ヨーロッパ全土と東方諸国で思考や写本を集める任務を密に言い渡した。この時期、1606年にはボッビオ修道院の増書また1608年にはパドバの愛称化。 ジャンビンチェンツォ・ピネッリの蔵書を獲得している。1603年に、レリオ・ブッチとフランチェスコ・マリア・リッキーノの監督の下建設が開始された。1609年12月8日には閲覧室が開設された。当時、他の図書館の多くでは、図書は机に鎖で繋がれていたが、それとは異なりこの図書館では、 読み終えた後で壁面に沿った棚に図書を戻すスタイルが取られており、これはこのスタイルの初期の例ともされる。またこの図書館には印刷書と、ラテン語やギリシャ語の研究書もあった。その後も、規模の拡大を急いで収集が続けられ、またそれに遺蔵が加わったために、やがて建物を拡張する必要が出てきた。 ボッローメオ卿はさらに絵画を所蔵する施設とアッカデーミアを作ることを考えてもいた。それらの目的で1611年に工事が開始された。また1618年にボッローメオ卿は絵画やデッサンをこの図書館に寄贈し、これらがアンブロジアーナ絵画館の核となった。1625年にはアッカデーミアが開設された。 初期の教師の中には、ジョバンニ・バッティスタ・クレスピなどがいた。1631年に、ボルローメオ教が亡くなったが、収集と寄贈の受け入れは続けられた。17世紀には、ダ・ヴィンチの有名な、アトランティコ手工12巻、ルーベンスのデッサンなど、他にも貴重な手向が寄贈された。しかし、所蔵品の一部は、ミラノが、フランスの支配下に置かれた時期に徴収された。 その後、アトランティコ志向は変換されたものの、未変換の所蔵品は少なくない。1943年には、爆撃により建物と所蔵品が重大な被害を受けた。中でもスカラザ、オペラ大本コレクションの全部が失われてしまった。その後、1952年になって、ようやく復旧工事が始められた。1990年から1997年に、 かけて、建物が新しく建て直された。ありがとうございます。